はい、どうも、皆さんこんばんは、ワドです。今日は2019年2月の22日、23時32分です。よろしくお願いします。今日はね、現場に行ってきましたよ。撮影の現場に行ってきて、で、撮影の勉強をしましたね。今日も勉強に、あー、危ない危ない。今日も勉強になりました。ごめんね。起きちゃったね、シャーちゃんね。よいしょ。なんか、浪人っていうさ、スタビライザーって言えばいいのかな？なんて言うのかな？そういうものをね、使ってるんだけど、スタビライザーっていうか、なんて言えば、スタビライザーでいいのかな？電動ジンバルって呼ばれてるものを使ってるんだけど、すごい面白いね。JDI だったかな？ JDI だっけ？ JDI だったのかな？っていうメーカーが使ってる、なんだっけ、なんつったっけな、ジンバル、今日使ったジンバル覚えてないんだけど、すごいいいね。なんか、ここ2、3年で、映像業界のテクノロジーみたいなのが、どんどん進化をしていってて、で、最先端のことをずっとやってるんだけど、いや、面白いね、映像は。ただもう、いろんな機材が試したいですね。YouTube 一日一本動画あげようかな。ああ、まあいいんじゃないの。ただ儲かるもんではないけどね。もう YouTube 俺もやってるけど、今は厳しいね。もう新規参入して億万長者目指そうっていうのは遅いかな。正直言うと。よっぽど実力があって、よっぽど面白くて、よっぽど、まあよく言われてるのが、隙間産業とかニッチな産業って言われる、まあビジネスチャンスって呼ばれてるものは、流行る前に仕掛けないといけないっていう理論があって、で、まあ他人が儲かってるから俺もやってみようかなっていうのはちょっと遅い気はするけどな。まあ人が持ってなくてよっぽど面白いコンテンツを作れるっていう自信があるんだったら、やってみる価値はあるかもしれないけどね。だから、俺がよく昔から言ってるのが、コンテンツホルダーが勝つ時代だっていうことを言っていて、自分が他の、まあ、例えば日本で一番取れるような技術を持ってたら、まあまあ食えるだろうねって。月30万から100万ぐらいは余裕で入ってくるだろうねっていう。だから何かで、まあもちろん世界一になれたらもちろんいいんだけど、日本で一番。日本語っていう言語を使って、日本で一番になるような何か専門的な技術を持っている、もしくは誰もやってないことをやれる能力を持っているかっていうのが、まあ俺ら、なんていうの、こういう配信者とか YouTuber とかに向いてるんじゃないかなっていうことはよく言ってるけどね、俺は。こういう感じかな。まあまあ何をやるのかだよね、結局ね。何をやるのか。どういうものを。
疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あー、風船ありがとう。アイテムありがとね。お疲れお疲れ。お疲れっす。はい、お疲れ。アイテムありがとう。体調はどう？ああ、まあまあまあ、悪くはないかな。花粉症だったのかもしんないね、もしかしたら。花粉症だったのかもしんない。風邪ではなかったね。クラッカーありがとう。コンディニコインありがとう。お茶パックもありがとうね。ういうん。で、撮影の現場とかも入らせていただいてて。で、映像の勉強とか。いや、今日超嬉しかったよ。すげえ嬉しいことをそのカメラマンっていうかその現場監督の人に言ってもらえて、いや他で外注するよりワド監督に頼んだ方が正直いいっていう風に言っていただけて、めちゃめちゃ嬉しかったね。さらっと、いや、まあぶっちゃけ楽しいって、他に投げると外注で投げるとどういうものが出来上がるか分かんないんですけどって、いや普通にカメラマンとしてもう全然ねえ、いい感じなんでって言っていただけて、いや本当に助かりますって言っていただけて、ちょっとなんかグッときたよね。結構そのここ半年間ぐらいカメラ始める、映画作るって言って始めて猛勉強してたから、で結構そのなんだろう、最先端中の最先端みたいなことやってんのよ。結構最先端の映像の現場の中でみんなが手探りでやってるような、それこそまだなんつうのブログとかに載ってなくて、一部のその本当のプロフェッショナルのセミナーとかで情報やり取りされてるような内容を今やってるのよ。っていうのも結構そのクリエイターさんのレベルがものすごく高くて、なんだろう、映像の本当にプロで結構名の通ってる人たちにね、カメラを教えていただいてるし、でその人たちのアドバイスで、その人がまあそういう人たち、まあ 2,3 人いるんだけど、そういう人が俺の先生になる人がね、でその人たちがどんどん現場入らせてもらってるんだけど、アドバイスをくれるのよ。例えばその映像1個にしても得意分野不得意分野みたいなものがあって、例えばさ一般の人がアニメーターっていうとさ、あ、アニメーション絵を描く人なんだっていう風に普通の人は考えるわけじゃん。
で、カメラマンって言ったりとか、その映像作家って言ったら、その映像を作れる人だって、もちろん映像は作れるんだよ。アニメーターだったら絵はいろんなの描けるんだけれども、その中でその専門分野っていうのがいろいろあるのよ。例えば、まあカラーグレーディングであったりとか、そのソフトだよね、主に今は。例えばその黒巻き合成をしていくプロっていうのもいいのね。あのグリーンバックって言ってさ、後ろが緑でいかにそれをぬるぬる動かすかっていうか、再現性を高くするかとか、黒巻きのプロもいるし、逆にそのアフターエフェクトっていうソフトで、その映像にどうやってモーションを、あのエフェクトをかけていくのかっていう技術に強い人もいれば、一概にその映像作家っていうともいろんな技術があるのよ。で、大体そのなんていうのかな、撮るっていうことから覚えて、でそれで自分の得意分野を磨いていくっていう作業をやっていってるんだけど、初見さんいらっしゃい、面白かったら3点よろしくお願いします。ワドです、よろしくお願いします。で、今自分の方向性みたいなものを決める、もう決まってるんだけど、自分でやりたいことっていうのは、俺はまあ撮影の技術を覚えて、で色味、特にその映像の中の色と光っていうのをうまく使えるようになりたいなと思ってて、それはカラーグレーディングって言って、ここ最近生まれた概念なんだけど、その映像に対する色味をどうやってつけていくのかっていう、色合い、世界観だよね、雰囲気っていうのをまあ最初に勉強して、でだんだん概念が分かってきて、で今度はそのなんていうのかな、まあ新しいことにトライしてるんだけど、まあまあそういうことをやってますね。だから多分ね、なんかのプロモーションビデオぐらいはもうさらっと作れるようにはなってきたのかなっていうふうには、もう正直言って、あのお金取っていいレベルなんじゃないかなっていう、普通の現場だったらね、特殊なあの専門職の現場ではお金取れないけど、普通の撮影現場だったらまあ駒使いにはちょうどいいぐらいになってきたんじゃないのかなっていうのは、まあ自己判断かな。まああとは写真もう少し上手くなりたいね。写真をもう少し上手くなりたいのと、あと自分が今表現したいその映像に対して道具が足りてないっていうのが圧倒的な悩みだね。この道具とこの道具とこの道具があればこういう映像が撮れるなっていう。今日もあのヨドバシカメラ行ってレンズずっと触ってたんだけど、やっぱりこのレンズいいなっていう、もう全然違うのよ。びっくりするぐらい全然違うのよ。あ、このレンズあったらこの絵が撮れるのになとか、こういうことができるのにっていうのはいっぱいあって、あとスライダードリーっていう、そのまあスライダーとかジンバルとか、まあ欲しいものがたくさんあるね。楽しいよ、勉強は楽しいね、いくつになってもね。そうですそうです、あのスライダードリーはまあ横でも縦でもいいんですけど、簡単に言うとそのこう土台を作って、こういう風に動かしていく。そうすると例えばフレームってこの横から横の幅があるじゃないですか。これがなんて言えばいいのかな、こういう風に走っていって追っかけてくれる、背景が変わっていく、この位置が変わらないでっていう映像が撮れたりとか、あとはズームインズームアウトだよねっていうことができるっていう。あ、ジンバル使ってんすか、どこ使ってんすか。そうですね、斜めに傾斜して落としていったりとか、まあまあスライダー欲しいですね。ジンバルどこの使ってんすか。僕ローニー S が今欲しくて欲しくてしょうがないですよ。僕のメイン機材があのアルファ7-3ですね。冬の狐さんいらっしゃい、演者に募集条件とかありますか。僕の映画のテーマなんですけど、条件はありません、全くないです。オーディションに参加していただいて役にはまったら採用です。はい、あなたが充実した時間を過ごしてる間、私はずっと関信号を監視してます。関信号さん来てるよね今ね、面白いよね。
ただちょっと嬉しいのが、金梅さんとかドレさんとか、ツバニャンとか、いろんなナマ主が関慎吾さんと絡んでるわけじゃん。鮫島さんとか。だけど、俺が絡んだ時の、同時閲覧が一番高いっていうのが俺の密かな誇りなんだよね。俺が一番慎吾さんの魅力を引き出したのは俺だっていう、2400人だっけ、同時閲覧。あの時って。一番最初に絡んだ時。ありがとう。で、今映画を撮るための、いいですね。いいですね。ツーウェイ三色ジンバル。キリン M。いいですね。いいですね。キリン M っていうジンバル使ってんだ。羨ましいな。これいくらで買えるんですか？これはいいな。羨ましいな。もう撮影の幅広がりますよね。ジンバルあるとね。見ました、見ました。羨ましいっすね。いやー、ドリーズームやりたいな。普通の手持ちからローアングルからも狙える。要は逆さまに使えるってやつですよね。ローアングル欲しいっすよね。台本は作り途中ですね。まだですね。まだです。エヴァンゲリオンについて語っていいですか？長くなるんですけど。俺ね、昨日ね、寝つけなくて、エヴァンゲリオン見てたんだけど、やっぱ旧作かっこいいな。全然違う。旧作のエヴァンゲリオン劇場版と、ジョー白球のダイジェストを見直してみたんだけど、やっぱり旧作めちゃくちゃかっこいい。もう全然違う。改めて見てびっくりした。旧作のかっこよさ。5万ぐらいなんだ。いや、庵野秀明脂乗ってる時かっこいいよ。あれ絶対見た方がいいよ。旧作のエヴァンゲリオン。もうね、なんだろう。あれ病気だよね。病気。おう、セフィー、お疲れ。いや、すごいよ。エヴァンゲリオンいいですよ。見た？みんな、エヴァンゲリオンの旧作。見てない人はマジで見た方がいいよ。もうね、もうなんだこの作品と思って。超良かったわ。鬱だからね。全編鬱だから。半額で手に入れたんだ。そっかそっか。動画撮影勉強してるんだ。へえ。動画難しいですよね。動画難しい。本当に。いやー、いいですよ。ただね、やっぱりね、だんだん気づいてきたんだよね。撮りたいのがね、全部ね、映画は別なんだけど、被写体にしたいのが自分だから難しい。被写体を見つけないと、自分のカメラマンとしての技術と、自分を撮るっていう、YouTuber 的な概念にズレが発生してるから、映画作ってみたい。すごい難しいよ。正直言うとやめた方がいいと思う。もしよかったら、スタッフ募集してるんで、スタッフで一緒に作ります。多分現場に俺と一緒にいたら絶対嫌だって言うと思うよ。もう俺なんてことを言い出してしまったんだろうって。今スタッフさん募集してて、もう未経験でも全然スタッフ入れるし、映画ができたらエンドロールに名前載るんで、本名でも実名でもペンネームでもいいんで、もし動きがフットワーク軽い人だったら全然ウェルカムっすよ。一眼レフでの動画撮影の文化はここ3年ぐらいですからね。ちなみに一眼は何使ってるんですか？ジンバル使ってるってことは一眼使ってるんですもんね。特にログの概念がね、まだまだね、ネットに情報が落ちてないね。なんかね、Facebook の一眼レフコミュニティが結構熱いみたいな。ダヴィンチリゾルブの一眼レフコミュニティが結構情報が今一番熱いみたいなこと聞いたことあんな。ブログはダメ。もう YouTube とブログはダメ。もう全然嘘ついてんの。もう買って、ただ、わかんないのに、こんなに綺麗なんですよとか言ってて、めちゃめちゃログのデータをそのままアップロードしてて、
眠い絵を見せられてバカじゃないのこいつと思って、グレーディングしてねえのかよと思って、じゃあログで撮る意味ねえだろうと思って、バカすぎるわと思って、うん、ああそうなんですね、うん、楽しいっすよね、あのジンバルバカすぎるわと思って、ログでグレーディングしてない、ただの眠たい絵だからね、ボケっとした、なんか白飛びしてるっつうかさ、白飛びとは違うんだろうけど、なんかこう白身がかって眠たいポケーっとしたい、嫌いじゃないけど、ログも深いからね、いいっすね、なんかカメラの話面白いね、頑張らんとな。どんな作品になるんだろう。自分の映像って癖出るからね、うん、自分がまんま映り込むからね、どんな作品になるんだろう。キチガイみたいな作品になったら嬉しいんだけど、なんか超嫌なのは、なんか凡人っぽい作品になったら嫌だなと思ってこいつまるで才能ねえじゃんっていう、誰かどう見ても、まあ、一番嫌なのは自分で見た時に、あこいつこれ凡人だなっていうの嫌だよね、ダイレクトに伝わるからね、うん、コアな個人制作映画が好き。あそうなんですか。僕の映像の先生の一人が、あのあれですよ、あの雪うきて新軍の監督やってた人のに教わってた人で、あのそこで現場に初めて入って映像作家として修行して、スライダークレーン結構ホームセンター自作する人もいるのでなかなか面白い。あま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 あできますよね。一回考えたのがスライダーない時に段ボールにカメラを固定してツルツルになんかして、で段ボールの上でこうスーって紙を引く感じでやったらドリーできるんじゃねえかと思ったんだけど、それをやるには土台が必要じゃんだから結局ドリー買った方が安いわと思って、そう机の上でこうやってグーって引きゃいいんだけど、人手が2人いるし、その台の調整にお金がかかるから、あダメだこの企画と思って、自分でもお金ない中でどうやってそのうまく表現やるかとかいろいろ考えてるんだけど、あるものは買った方がいいねあのアイディアで勝負しようとしても、あるものいいものを取りたかったら、あの買った方がいいやと思って、あと俺はドローンだね、多分その一周回ったら多分ドローンにはまると思うな。ドローンの可能性はやばい、ドローンはえぐいわ、あれはあれはすごい。軍事転用できるからね、どこの先進国も規制してるけど、だけどまあ用途はプロ、そのテーブルじゃ毎回現場に用意するのかっていうことを考えたら、まあ実用的ではないなっていう、まあ遊びの域ですよね、遊びの域。まあジンバルあったらいらないしね、うん、でもそうすると今度ぼかしたりとかできないからね、スキーとかで自分を追跡しながら、もちろんもちろんそれもできますね。あとあの俺はねカメラ業界が何が変わったかっていうと、俺はねあの一眼レフで動画を撮影するっていうことも革新的なことなんだけど、何よりもえぐいのはやっぱアクションカムだね。アクションカムはよくよく考えると昔ってこんな機材で撮影してたわけじゃん、いい絵で撮ろうと思ったら。でもこんな大きさで、これよりも小さい大きさで、あのクリップで挟んでこんな軽さで 4K 動画が撮れる時代なのよ。
4K って言ったらこんなんで撮ってたの昔。レッドとかさ、そう、専用の機械で重たいので撮ってたわけだから、これで 4K 撮れるっていうのはやっぱさ、あのギターのライブのギタリストのさ手元グイングイングインってこっからの目線でこうやってやってんのとか見たりするでしょ。ミュージックビデオっていうかライブの映像でこの手元をこう映すみたいな、あれはさネックのところにクリップで挟んだりとか、あと転がしっていうんだけど、返しのモニター、音が出るモニターのところにカメラを仕込んでおくんだよね。ドラムとか後ろからこういう目線とか、昔はカメラマンがこうやって入ってたわけじゃん、もしくはスタンドに立ててやってたわけじゃん。だけどそれがその5万円ぐらいで誰でも 4K 撮れちゃう。スケボーに挟んだらさ、スケボーに乗ってる自分、なんつうの、スケボーの目線だよね、自分の目線じゃないしっていう、スケボー、スケート、自転車、なんでもそのクリップ一つ。だからアクションカムは結構すげえなって思ってるね。まあ、あれ隠しカメラでしょ。昔はフィルム代がすごかったって聞くけど、今はどうなんですか？ですね、フィルムカメラはあんまりやったことないんですけど、ガキの頃いじってたんですけど、これに、このメモリーカード2万ぐらいするんですけど、128、2、3時間撮れるんじゃないかな。2時間ぐらい多分いけると思いますよ。あの、高画質の動画が。だから、フィルムっていう概念っていうか、データですよね。で、まあ、1テラとか2テラのハードディスクみんな持ってて、で、そこにどん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 収納していくみたいな。撮ったら家に帰ってデータをバックアップするみたいな。うん、あ、ストップモーションいいですね。いやー撮りたいね、かっこいい映画を撮りたいね。まあフィルム時代の人はもう気違いだよ。だってなんつうんだろう、今はさぶっちゃけた話さ、誰でも綺麗に撮れるんだもん。 YouTuber とかさ、俺らみたいな素人でも映像綺麗に撮れて、でその上編集とかもさ、ハリウッドとかで使ってるのと同じ機材を使ってるわけでしょ、素人の人が。それはまあ綺麗だよねって。フィルムの時とかさ、現像するわけでしょ、一個一個。費用か、もう現場、動画でフィルム使わないよね。費用がかかりすぎ。いや、でも、それが、プロの人たちが今、フィルムにみんなハマってて、写真とかもフィルム使ってるし、富士フィルムのチェキがめちゃくちゃ売れてんだよね、あれ今。で、昔のチェキってこのサイズじゃないですか。俺もこの前それでチェキ撮ってもらったんだけど、チェキってこのサイズじゃん。で、昔のポラロイドのサイズも、なんかポラロイドチェキみたいな、新しい企画みたいな売り出し方してるけど、それ昔のポラロイドだろうみたいな。そうそう。こういう、その、現像してみないとわからないし、こういうものが、なんかかっこいいみたいな文化が若者とかカメラマンの中で今起こっててっていう、逆にそのフィルム使いたいっていう人が増えてるって聞いたよ。なんか味があるよね、こういうのって。いや全然味があるよね、なんかその瞬間を切り取って。だからぶっちゃけた話さ、一眼レフなんかシャッター切りまくるわけじゃん、バシャ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 って。で気に入ったデータだけ抜いて、あとはポイじゃんね。だからその昔のカメラマンのその一発で撮るんだっていう気迫と、そのなんつうの、今の俺らの捨てていい、あの気に入らなきゃすぐ捨てるっていう概念は全く別だろうね、本気具合っていうか。味がある、味がある。今チェキで海外でも人気で、よく冷蔵で海外に送るっていうテレビでやってた。へえ、いやすげえ売れてるらしいよチェキが。だってあれ1個1万ぐらいするんでしょ、チェキ自体が。でフィルム1個100円でしょ、大儲かりでしょ。だからアナログが再評価されてんじゃないのかな。まあ俺はフィルムやりたいとは思わないけど、全然最先端のこと追っかけたいけどね。クライアントにチェキさせすぎっつって、何なんだよ本当に。頭おかしいだろ。コンディニコイン、ありがとう。なんかあれだな、
この前教わって面白かったのが、シン・ゴジラって映画あるじゃん。で、シン・ゴジラってカメラの班があるんだけど、あれくらいの規模になると、カメラ何班、1班、2班、3班、4班ってあるらしくて、で、その中の班が5つあんのかな。で、その中の1つの班が iPhone で撮ってるらしいよね。で、あえて iPhone でチープに撮った映像を先に見せることによって、その金かけてる方の映像がより迫力があるようにみたいな心理的なことをやってるって聞いて、あ、すげえ勉強になった。あ、そういう手法もあるんだみたいな。あえてその汚い映像っていうか、誰でも見慣れてる映像を見せることによって、次見せるシーンがよりリアリティが増すようにっていうのを自然にやるっていうか。フィルムはやりたくない。もうっていうかね、もう正直言ってね、機材に金がかかりすぎて、でも新しいもんに手出したくない。もう嫌だ。もう今日もカメラ見て、もうすごいのよ。カール・ツァイスのレンズとか。パシャって撮ったら、全然違うのよ。同じその設定で撮っても、もうなんつうの、ボケ方がすごいクリアにボケるの。矛盾してるんだけど、ボケ方がえぐいのよ。なんだこれみたいな。で、俺はね、今ズームレンズで28ミリから70ミリなんだけど、12ミリが欲しいと思った。12ミリから36ミリぐらいのレンズいいなと思って、ちょっとね、50ミリの単玉買おうか迷ってたんだけど、いや別に50で F どれくらい出るんだろう、これ。ちょっとやってみようか。50で F どれくらいだったっけ。50で F4.5 なんだけど、まあ別にいいやと思って、なんか50ミリの焦点距離あんまり自分的にはしっくりきてなくて、なんかそれよりももっと焦点距離短い方がいいなと思って。スンゴジラっつって、今なんかもっとなんだろう、トリッキーなやつが欲しいですね。トリッキーなやつで、なんか30万ぐらいするレンズ、何ミリだったっけな、70ミリから200ミリで F2.8 ぐらいかな。70ミリから200ミリレンズに、F2.8 みたいなレンズ使ったけど、ズームレンズは優先順位低いなと思って。その望遠よりも広角が欲しいかな今。ちょっとむしろ歪むぐらいが好きだね俺は。はい、こんばんは。そんな感じかな。いや、楽しいよ。楽しい。いろいろ撮りたいな。あとはライトだよな。ライト。ライトジンバルレンズ。映るんですのレンズを交換レンズとして付けられる広角レンズ流行っていますね。ああ、そうなんだ。いや、でもまあ、おもちゃだよ。本物に触れた時の、いや、もうそれはね、女子高生とか、なんかにわかカメラマンにやらすときゃいいんだよ。なんか、俺カメラやってますみたいな。なんか、鉄道撮ってるやつに、鉄道とかコスプレ撮ってるやつにやらすときゃいいよ。もう嫌いなんだよ俺、前から言ってるけど、鉄オタとかコスプレイヤー撮ってて、俺カメラやってる系、カメラやってるみたいな空気を出してくるやつ大っ嫌いで、写真撮ってるだけでしょって、カメラマンじゃないからみたいな。正直すげえコスプレ撮ってるやつすげえ見下してるんだよね俺。なんかその対等な関係じゃないのが嫌で、金払って100対200対とか300対1とかでなんか囲い込んで撮ってて、その
それ客でしょっていう、プライドないのみたいな、なんか被写体と対等な関係じゃない限りいい写真なんか撮れねえからっていうのがすげえあるんだよね。カメラやる前から違和感がある。まあ鉄道はまあいいんだけど、鉄道はそんな好きじゃないっていうだけなんだけど俺が。でもコスプレ撮ってるやつに対するなんか嫌悪感みたいなのがすげえあんだよね。恥ずかしくねえのかみたいな。うん、いやまだないまだない、うん、まだだね。なんかさ、そのなんだろう、モデルさんはやっぱ撮られたい人なわけじゃん。で撮りうまく撮りたい人とうまく撮られたいっていうかさ、そこに磨きをかけてる両方が対等でいい作品を作るっていう掛け算だと思ってて、でどちらかの技量がどうしても高すぎたり知名度がどうしても高すぎて、でどうしてもこの人に撮ってほしいっていう場合はモデルがカメラマンに金出す、でモデルさんがこの人じゃないと俺撮れないんだって言ってモデルさんに金出す、それは分かるんだよ。ただコスプレイヤーの場合は撮られることが商売に変わってると思ってんの。要は私撮りたいんだったら金払いなよ、でそこにホイホイ金を払ってる客の分際で俺写真やってるんだよねアピールは殺意湧くよね。うん、殺意湧く。うん、そうだね。うん、近いうちに、まあ本当は昨日の夜って言ってたけど俺昨日の夜寝ちゃったんだよね、仕事で疲れてたから。まあ今日はあるかもしれないし。で爆投げ300万分の花火書いとこうか。ただなんか俺は不思議なのが、音楽とかはクリエイターでちゃんとやるのに、映像クリエイターとしてなんか個人で名を馳せてる人って極端に少なくない？なんか裏方気質なところがあるのかな。なんかそのもっとなんか映像もアートとしてその前に出て個人ブランディングするような人が現れてもいいんじゃねえとは思うんだけどね。なんかねそこがねちょっと不思議なんだよね。なんか写真はいっぱいいるじゃん、写真家みたいな、映像家みたいな人ってあんま聞いたことなくない？あの俺が思い浮かぶのキャシャーンの人、キャシャーン、あの宇多田ヒカルの元旦那さんぐらいかなみたいな。うん、だからなんかそういう作家性みたいなものをブランディングする人がそろそろ現れてもいいんじゃないかなみたいな。写真だとほら YouTuber だイルコ先生がいるじゃん。はいどうもこんにちはイルコでーすって、みんな皆さんいつも見てくれてありがとうございますって。イルコ先生知ってる？あのカメラをやってる人は全員名前を知ってる YouTuber イルコ先生、あの外国人のカメラマンなんだけど、もうなんつうんだろう、すげえ写真うまいのねイルコさんは。だけど YouTube でイルコさんのすごいところは全部シェアするの裏側の設定とか。普通業界の人って職人気質だから自分のそのネタみたいなものをあんまり広めない人が多いんだけど、身内では広めるんだけど、あんまり種明かしみたいな、マジシャンが種明かしをずっとやってるみたいなことやってて、でイルコ先生すごいんだよ。もうカメラマンだったらみんなイルコ先生知ってるみたいな、写真の人は。なんならもう現場行く前にイルコ先生の動画見てから現場に行くみたいな。そう、イルコ先生に外れはないから。すごいよあの人。
あそこまでなんか赤裸々に種明かしてくれる YouTuber すごいよね。なんか新しい本が出たらしいんだけどね、いるこ先生。みんな先生っていうかね。まあそれも時代だよな。チャンネル登録7万人ぐらいだけど、講演会とか出版とか写真集とかもバンバンやってるから、すごいよ。光の魔術師、イルコ先生。投げるって言ってくれた人の生活わからないって言うとも、俺、ここにいる全員の生活わかんないからね。リスナーさんの生活を把握しようと思ったことないよ。どんな人が見てるかわからない。ただわかるのは、100人以上人が集まるとある程度その日本の人口の分布図と似てくるっていうのは分かってる。例えばその年収1000万の比率とか、年収200万以下の比率とか、課金する人の率とか、そういうのがその黄金法則に近づいていくのよ。なんていうのかな、データ通りになっていくっていうか。だからまあ個人個人のそのパーソナルなことっていうのかな、プライバシーとかも知らないし、プライベートなことも知らないし、パーソナルなこともわからないしっていう。まあただ、まあ人数が増えてきたら、まあこういうお金持ちの人いるよねとか、応援してくれる人いるよねとか、いろんな人がいるよねっていうことだけ分かってればいいと思ってるの。なんか俺だって、なんだろう、ここにいるみんなのこと知らないでしょ。疑ってもしょうがないじゃん。と俺は思うけどな。どうなんだろう。放送してる時に毎回コメントしてる人とか、挨拶だけとか重ねて、挨拶だけとか重ねて、この人は夜中も起きてるんだと生活わかるかな。いや、そんなこと考えて配信やってない、俺。そんなこと考えてやってない。喋ることが俺の本業なわけでしょ。パフォーマンスをやることが俺の本業であって、来てくれるお客さんのことは考えてもしょうがなくない？例えばお笑い芸人さんが来てくれるお客さんはどうのこうの、この人は夜の時間、毎週日曜日に来てくれるお客さんだとかを考えることよりも、芸を磨くことを考える方が芸人でしょ。っていう話。少数だったらわかるよ。5人とか10人とかしか来なくて、いつも同じメンバーでとかだったら、その過疎の人だよね。過疎とか趣味でやってる人だったら、友達と話してる感覚なんだよ。でも、100人を超えたりとか、そういうのを常に毎日毎日続けていく。で、多い時は500人、1000人ってなるわけじゃん。そうなってくると、もう、なんつうんだろう、大衆なんだよ。オーディエンスの概念に変わるから。だから、あくまでオーディエンスはオーディエンス、要はリスナーさんだから、そこに、なんだろう、個人的な介入をしていくのはあまり良くないんじゃないかっていうのが俺の考え方かな。そう、じゃないと失礼になるじゃん。と俺は思うよ。じゃないと見てる方もなんか見づらいよね。ロムってラジオで聞いてる人もいるし、主婦もいれば、タクシードライバーもいれば、トラックの運転手もいれば、お医者さんもいれば、もう貧乏人から金持ちも何でもいるっていう方が俺は普通に面白いと思うけどな。いいんじゃない？俺のことが好きで見てるんだから。それじゃダメ？それでいいと思うよ、俺は。他人はコントロールできないからね。
例えば極端な話ね、コメント書いてくれる人っていうのはごく一部で、サイレントマジョリティっていう概念があるのね。ネットの人はコメントを書く人って少数派なんだよ実は。まあ今見てわかる通りさ、60人いる中で2人しかコメント書いてないわけじゃん。ということは60分の1で59人が大衆なわけですよ。59人は誰だか分かんないよね俺は、正直言って。59人が誰なのかすら分からないっていう、そういう感覚に近いかな。うん、そういう感覚。あ、ここ宣伝禁止です。はい、宣伝禁止です。コメント消しておきますね。あ、ブロックにじゃない。はい、こんばんは。楽しんでってください。こんばんは。何ありがとうってどうしたの？まあいろんな人がいますよ。初見さんいらっしゃい。どうもこんにちは。楽しんでってくださいね。できればね、楽しんで、リスナーさんが楽しい方が俺も楽しいからね。うん、いろいろ会話ね、楽しんでくれる人がたくさん来てくれたらいいなって毎回思ってるよ。楽しい現場になればいいな。自分が作る現場が楽しい現場になったらすごくいいなと思ってる。ワドさんの声素敵。俺ね、この声苦手なんだよね。なんか声が高くてさ、鼻にかかってる声だから、なんかたまにね、女の人からいい声ですねって言っていただけんだけどね、俺はね、自分の声コンプレックスなんですよ実は。あんまり好きな、低くてね、ハスキーな声が好きだね。まあ、女性でもハスキーな声意外と好きだったりするかな。男性のハスキーが一番好きだけど。かっこいい声の人憧れるわ。なんかね、よくね、俺の枠はね、女の人がね、寝るときにね、見る人が多いらしい。はい、ワドツー。みんなそう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 、寝に来るんだよ。寝るときに聞きやすいってよく言われるかな。
みんな寝たらアイテム飛ばなくて困っちゃうんだけどね。頼むよっていうね。寝るなっていう。はいはい、お疲れっす。寝るんかい。みんな寝ちゃう。起きなさいよ。コメントする人は10人ぐらいは欲しいかな。常になんか10人ぐらい面白いコメント書く人がいたら、まあ放送は回るよね。こう振りがうまい、振りがうまいリスナーさんが欲しいね。話題をこう広げてくれたりとか、なんかこう俺のいいところを引き出してくれるリスナーさんが欲しいね。なんかね、まったりできるらしいね。特に意識はしてないんだけど。ふわっち見て思ったけど、近藤組長ってニコ生で大手だったんですか？いや、全然大手じゃなかった。だから、ふわっちでブレイクした感じかな。全然大手じゃない。誰も近藤組長のことを大手だっていう認識はないね。こんばんは。でもまあ今人気だよね。すごいね。ふわっちはこれがあるんだよね。人気、他のサイトで人気なかったのに、急に人気になるみたいな現象、結構ふわっちでよくあって、一発当たる可能性があるから夢あるよね。ニコ生とかってね、結構序列が厳しくて、なかなか入れ替わらないんだよ。よっぽど才能があったり力がなかったりしないと。だけどね、結構ふわっちはね、これ誰っていう人がいきなり有名になったりするから面白いんだよね。不思議だよな。刑務所にいたね。で、出所してからふわっち来たって感じじゃん。シャブで現行犯逮捕されてるところを生放送で。しかもそれ4回目の逮捕とかだったんだよね。4回入ってるんだよね、もう。だから今回もいつ逮捕されるのかみんな見張ってるだけなんじゃないかっていうのが俺の読みなんだけど。まあ、あと AF を掴んだっていうのがでかいんじゃないのかな。ね、もともとシャブやってた2人が、だから混ぜるな危険だよね。シャブやってた2人がくっついたぞって言って、余計逮捕をこうみんな見守りたいというか、見届けたいというかね、そういうニーズが生まれたんだと思うけど。AF も確かあれでしょ？逮捕歴あるでしょ？シャブで。てか、ふわっちは薬蔓延しすぎだよな。すごいよな。シャブ中ばっかりでびっくりするもんな。お薬さん、本当のお薬さんばっかりだからね。で、みんな薬好きなんだろう。昨日も尿検査されてたんだ。まあでもこんだけやって出てこないっていうことはやってないってことなのかな。なのにクマがどんどんすごくなってく感で、あんなにさ、出所した時さ、クマなんかなくて元気だったのに、なんかあれやってるようにしか見えないけどな、俺には。やってないのかな。俺はやってると思ってたけど、なんか3日経つと尿検引っかからないんだっけ。なんか俺シャブのことよくわかんないんだけど、3日だっけ、どうだったっけ。わあ、お花火ありがとう。300万の花火とか、和道さんすごいっすね。延長代に達人、ありがとうございます。いただきます。匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます。いただきます。ああ、そうなんですよ、そうなんですよ。なんか300万の映画の資金を俺が出してやるよって言ってくれる人が現れて、まあ今日投げられるかどうかわかんないんですけど。あ、こんばんは、こんばんは。アイテムありがとう。楽しみだよね。だから、リスナーさんからすると600万円分のアイテムですからね。いや、映画が一気に加速するんすよ。めちゃくちゃ楽しみですね。やっと、半年かかったね。映画のスポンサーさん現れるまでに。超楽しみだよ。なんか本当は一口10万円で映画のスポンサーさん募集してて、で、ほら、映画のさ、クレジットってさ、エンドロールで流れるときにスポンサーさんの名前、やっぱね、自分が好きな映画監督とかだったらさ、一生残るじゃん、映画とかって。で、まあまあ喜んでもらえるかなと思って、結構
小さい金額10万円でそのスポンサー名つけられますよっていうことをやってたんだけど、まさかね一括でね出してくれる人が現れるとは俺は思ってなかったからびっくりしたよね。まあまあまあふわちゃんはもともとそういうサイトだからね、半分取りますよっていうのは、俺は全然何でもいいんだけど、俺は300万手に入れば何でもいいっていう人だから、運営はめちゃめちゃ儲かってるだろうね。ウハウハだよ、ウハウハ。めちゃくちゃ儲かってるよ、フワッチは。まあまあ、あとアップルがえぐいよね。やっぱ3割持ってくから。うん。半分はちょっともうちょい削れるんじゃないかなっていうのは俺は思うけどな。ツイキャスとかグーグルが7割でやってるわけだから、もうちょい頑張ってもいいのかなとは思うけどね。まあでもふわっちは最初風穴開けてね、投げ銭流行らせたサイトだから、まあまあ一長一短というかね、今後どうなっていくかは全然わかんないよね。ふわっちが続いていくのか、それとまだまだ盛り上げていくのか、どういう風になっていくのかはわかんないけど、俺はまあいいサイトだと思うよ。めちゃめちゃ頑張ってると思うけど、あと運営さんが対応がいいの、ここはもうそれが抜群に、運営さんになんか問い合わせた時に変な対応されたことは一回もないね。全部返信1日以内に入っ帰ってきて全部丁寧にやってくれる。俺は信頼できるけどね。わお、ありがとう、ボタンさんいつもありがとう。お茶パク50いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。サンキュー。いや、 YouTube も同じこと言われてたよ。 YouTuber なんかゴミしかいないって最初言われてたんだよ。むしろ Google が買い取るまで違法サイトだって言われてたんだよ。昔の YouTube 知ってる人だったら知ってるはずで、 YouTube なんてやってるやつはクソしかいなくて違法サイトだって言われてて、ただなんか流れが変わったのが、Google が買い取った後に、やっぱ Google ってほら広告バンバン出してるし、テレビ局も使ってるからディスれなくなって、で今度お金を配って広告料を取るようになって、 YouTuber っていう存在ブランディングしていって、うまいよやっぱ Google は。だからイメージを変えることができるのは企業の方なんだよ、うん、そうそう、テレビ番組アップロードされまくって、まあ今でもされてるけど、でもだんだんねテレビの方が公式でやるようになってきたりとか、うまくやってるから、だからまあなんつうんだろう、ゴミしかいないのを、ゴミしかいなくても人気はあるわけじゃん。それをゴミっていう風に表現させるのか、それとも価値があるものっていう風に表現させるのかっていうのは、俺は大人がやるべきだと思ってて、配信者は子供じゃん。商売のこととかブランディングとかさ、企業のこととかマーケティングとか一切できないわけだから、それはなんか大人の力を借りていくしかないのかなっていう風に思ってるけど、まあなんかそこの中間点ぐらいに立てればいいかなとは思ってるけどね。YouTube ライブは今はやってないかな。前やってたけど、あんまり、まあ YouTuber は YouTube でチャンネル登録増えてるからやってなくても。やっぱり生放送は生放送サイトでやった方がいいのかなっていう感じかな。今ツイキャスと同時配信なんだけど、これもね一本に絞った方がいいかなとか思ったり、いろいろ考えてるね今。
キャスでやるときはキャスでやるとき、ふわっちでやるときはふわっちでやるとき、YouTube でやるとき YouTube でやるときって切り分けた方が見やすいんじゃないのかなとか思ったり、いろいろ手探りで模索はしてるかな。まだね、どういう風にやってこうかみたいな考え方はまだ定まってないね。どうしよう。どうするべきなんだろうな。まあいろいろ考えながら模索してやっていくよ。YouTube もね、ようやく先月黒字化したんだよね。ずーっと2年間ぐらい赤字だったんだけど、やっとその黒になって、やっぱ3年続けないとダメだね。だからこっから YouTube ね、儲かっていけばいいなとは思ってるんだけど、やっぱ時間かかるよ。その自分が考えた思った通りに行くまでに3年はかかるね。まあ、ゆっくりだけど着々とやっていけたらいいなっていう。再生数も伸びていってるし、チャンネル登録も伸びていってるから、悪くないですね。はい、こんばんは。よろしく。
なんだこれ。なんだろう。バグってんな。神様が人を作ったんですか、それとも人が神を作ったんですか。おそれで戦争が起こってるからな、俺に俺の考えていいの。それで世界中が戦争をずっと繰り返してるわけだけど、俺が答えていいのかな、その答えって。俺は神は人ではないっていうポジションなんですよ。で、ただそのなんて言えばいいのかな、神様は人じゃないっていうことに全てが集約されていると思ってて、神を発見するみたいなことなんじゃないの。神っていう現象を発見するみたいな、その現象そのものを神っていうふうに定義化した方が分かりやすいんじゃないかなみたいなことは思うけどね。人が神を作ったんじゃなくて、神を発見していくっていうか、見つけていくっていう感覚かな。で、神は漠然とそこにあるっていう感覚かな、俺は。神はただあるっていう。わかるかな？伝わる？神を人だと思うとややこしいことになるっていうか。そのじゃないんじゃないかな。ただまあ、あと日本人の問題として、その神っていうのが全知全能の神を指すわけじゃなくて、日本人の考える神様って悪いこともするんだよ。いいことばかりじゃないのね、神様がやることが。だからね、その問題があると思ってるんだよな、俺は。日本人の考える神様はいいことばかりしないっていうか、悪いいたずらもしたりとか、貧乏神とかまさにそうだと思ってて、何の役にも立たなくて、神様なのに人を貧乏にする神様がいるんだよ。これって日本ぐらいの考え方じゃないの？その日本って妖怪つうか、そのいたずらをする妖怪も神様に含めちゃってるから、アミニズムっていうんだけど、神道だよね。だからそこがやっぱり日本人の宗教をややこしくしてるところなんじゃないかなと思う。キリスト教は基本的には神様は人の形をしているんじゃないかって考える宗派が多い。それは創世記っていうのを読めばわかるんだけど、聖書の中にこう書いてあるのね。アダムを作った時に神は、自分、要は神様に似せて人を作ったっていう一文があるの、最初の方に。それが元になって、神様は人と同じ姿をしているっていう解釈をするのね。でも俺はそれは間違ってるんじゃないかなって思うんだよな、その解釈自体が。だから神様いるって書いてなくて、あるって書いてあるんだよね。
存在するっていう文字。いやもうこれ解釈問題になってるから、そう、言葉っていうものをどう捉えるのかっていう。だからそのふわっとしたニュアンスで書かれちゃってるから、具体的に書かれてたらいいけどね。神様は白人である、身長何センチで体重何キロで、ポテトチップスが大好きであるとかさ、で若干寄り目でとかさ、詳しく書いたらいいのに。そのまあまあそういうことだよ結局。ふわっとして想像をかきたてるように書くっていうか、だからみんなどんな人なんだろうっていう、そう、みんなが共通できるように、みんなが想像できるように抽象的に書いてるからっていうことは、まあまあどういうことか分かる人には分かる。でも俺は別に神様を信じてる人を否定したくないのね。あの、なんでかっていうと、神様を信じることによって幸せな人はいるんじゃないかっていうのが俺の考え方なんですよ。漠然とただ神様いるんだって考えてる方が実は人間楽なんじゃないかっていう考えだから、あんまりね、神はいないってはっきり言いたくないんですよね。いう感じかな。まあ、あんまりいてもいなくても関係ないしね、俺にとっては。神様がいなくても少なくとも俺は困らないかな。俺はね。ただ困る人は世界中にたくさんいると思ってます。だその人たちの権利みたいなものは侵害はしたくないね。神様いるんだって言ってる人に、いないよとは言いたくはない。そうだよねみたいな、いると思ってるんだねって。だってなんか不条理なこととか、神様がいないとやってらんないよっていう人って世の中にいっぱいいるもん。いや全然人それぞれで全然いいと思う俺は。あ、みんなが神か、それは思わないな。あ、逆に言うなら俺はこういう言い方もするのね。現象として神はいるよっていうことを言ったけど、それどういうことかっていうと、俺らは神様のパーツだっていう言い方をしてんの。あの、星屑だっていう言い方をしてて、そこの今分かってる限りだと宇宙っていうものがあって、宇宙の中でそう星屑だよね。だから炭素とかなんか元素記号だとかなんだとか分かんないけど、もう要は星のパーツでしょ。なんか水素だとか鉄分だとか分かんないけど、だから星に帰るだけで、で星そのものっていうか、その宇宙そのものが神だから、俺らに今現在俺らにとってはそれが拡張はされていくと思うんだけど、例えばビッグバンの始まりに膜宇宙論とかいうのがあって、そう、宇宙が膜のように連なってるっていう考え方もあって、そしたら定義が広がるだけで、それが神だっていう。要は俺は人間が認識できない、科学で把握できれない外側のものを神、外側と内側のものを神って呼んじゃってるから。だから人それぞれは神だとは思わないけど、神のパーツであるっていう考え方かな。俺らは神様を内包してるっていうか、ただ個々それぞれが神だとは俺は思わないな。
はいはい、お疲れ様でーす。お疲れっすー。どうもん？できりさ。どうした、セフィ。あと、なんだろう、神様みたいなものを信じてる人の方が優秀な気はするけどな。神様いないって言ってるのって、なんか神様いないっていうか、日本人が無宗教だっていう言い方をしてるのにはものすごい違和感を感じていて、こんなになんか宗教的な国家ってないのに、なんか変な言い訳をするっていうか、かっこつけてるというか、めちゃめちゃ宗教、変なカルト宗教みたいな、なんかうさんくささみたいなものを俺は感じるんだけど、でもなんだろう、みんなその宗教をやってないと思い込んでるみたいなところは俺はあるんじゃないかなって思うけどな。それはちょっと怖いよね。日本人の危うさというか怖さだなっていうふうに思うけど、俺は。なんかその宗教がないからこそ良かった部分と、宗教がないからここまでダメになったっていう、宗教がないっていうかね、宗教を理解してないっていうのかな、宗教にめちゃ世界的に一番疎い国だと思ってるかな。それは結構やばいんじゃないっていう、大丈夫かなっていう。なんか宗教があった方が合理的だし、なんだろうね、いいんじゃないかなとは思うけどな、俺は。まあ俺は。やればできるっていうか、俺はできる子だと思ってるかな。やればできるっていうか、やればできるのは全員やればできるわけだから、やらないだけでしょうっていう。で、俺やる子だからっていう感じかな。俺結構やる子だから大丈夫だよみたいな。意外とやる子だからね。自分が納得するまでやるっていうところはあるかもね。人と違うところはさ。あと他人の評価を気にしないっていうところは結構強いところかなとは思うかな。
最近そういえばメルヘン X 来ないな。どうしてんだろう。
あ、寝ちゃったんだよね、俺。だから夜放送してないから、なんかね、そうなんだよ。疲れて、次の日仕事だったから、そのままね、寝過ごしちゃったんだよね。まあ今日来たらいいなとか思ってんだけど。ほら、花火師さんって気まぐれじゃん。いつ来るかわからないのがミソだよね。放送の楽しいところのもあるじゃん。いつ何が起こるかわかんないみたいな楽しさない？ワクワクするよね。いや、来たらめっちゃ嬉しいよ。だって俺300万なんかもう100万すらもらったことないもん、リスナーさんから。だってもう映画のこと考えるね、お金集める必要、考える必要なくなるだけでだいぶ楽になるぜ。超嬉しいよ。ねえ、待ち遠しいよね。ワクワクしない？300万円分の花火って花火何発よ。止まらないよ。止まらないよ、花火。映画作ってる、作ってる。そんな簡単に映画できないよ。そんな簡単に作れるんだったら、みんな映画作ってるでしょ。大変なんだよ、映画って。みんなが簡単に作れないから面白いんだよ。ありがとう。お久しぶりです。和道さんの創作論聞くのが好きで刺激受けさせてもらってます。和道さんの映画楽しみにしてます。ありがとうございます。花火いただきました。匿名さん、ありがとう。ありがとう。まあでもね、普通の人が見たら気分悪くなるような映画になると思うよ、多分。 いい映画になればいいけどね。なんか少し遅れてる？遅れてない？ああ、久しぶりだね。元気？ありがとう。うわ、超久々じゃん。なんか声おく、映像と声が。なんか少し遅れてるような気がするけど。そんなことない？大丈夫かな？なんか若干遅れてる気がするんだよな。軽くしてみるか。うん、だいぶ軽くはなったかな。久しぶりだね。 創作論っていうか、なんだろう、例えばその映画、なんだろう、なんかまあまあすごいシンプルな話なんだけど、アートやる人ってお金儲けと全く対極にある考え方なんだよね。だから音楽とか絵とか、映画もアートなんだけど、お金とは全く程遠いところにあるのが本来のアートだと思ってるかな。資本主義っていうか、お金そのものと全く別のところ。ただ楽しみたいっていうだけっていうか。
そういうもだから映画も多分なんだけど、一番最初に映像で遊んでた人たちはお金儲けようとして作ってなかったんだよね。ただ単に映像を撮ったり見せたり見たりするのが好きでっていうコミュニティから発生してっていう感じだと思うから、なんかその原点に帰るじゃないけど、なんかね、面白いじゃん。作りたいから作るで、シンプルでよくない？作りたいから作る、見たいから見るで。なんかもっと小さい小さいもので考えてんのね、すごく。簡単に言うと、ここに来てくれる人が笑うっていうか、面白いって楽しむんだったら、なんだろう。俺は勝ちだと思ってて、他のリスナーとか、他の世界とかが別に面白くないって言っても全然平気なの。ここにいる俺らの世界が最高に楽しめたら俺は勝ちだと思ってるから。だって出資受けてるのも見る人もここでしょ？ だったらここで楽しむっていう。で、ここで楽しいってことは、まあおそらくなんだけど、周りも楽しいよねっていうだけで。だから身近ないる人と楽しむことしか考えてないんだよね。だって他の人とか知らないじゃん。会ったこともないし、見たこともないし、聞いたこともない人だから、生きてんだか死んでんだかも分かんないし、俺アフリカないと思ってるからね。少なくとも俺にとってアフリカは今存在してないから。だからまあ、この小さい世界が満たされたらいいなぁとは思ってるけど。本来映画ってそういうもんだと思うし。創作っていう感覚でもないんだよな。なんかさ、俺家作りたいんだけど、自分が住む家を作りたいんだよ。土地を買って、石とか空き缶とかを積み上げて積み上げて部屋を作るみたいな。でもね、あんまりそういうことしないよね。なんか何千万かけて新築の家買うみたいな。なんか買うとか売るとか以外の経済、交換するとか、もらうとか、尽くすとか、拾うとか、そういう経済があってもいいと思うの。なんか経済って買うことと売ることだけじゃねえぞっていう。っていう感覚かな。なんかそれ以外の経済があっていいでしょうっていう。直すとか。なんか大量消費社会みたいなものに嫌悪感があるんだよね。なんかこう、
使うだけとかさ、壊れたら捨てるとか、これからね、貧乏人がどんどん増えていく社会だから、新しい生き方みたいなのが増えると思うんだよね。貧乏だけど最高に楽しいみたいな、逆に金持ってる人があいつら羨ましいみたいな社会が来ると思ってるから、ありがとう匿名さん、花火ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました、あざす。人間の、あ、最近の人間にはわからないだろうけどそれでいいという話すごくグッときました。和道さんの世界観大好きです。和道さんの作り出す世界楽しみです。もうなんかなんだろうな、人間っていう概念捨てようっていうのが30過ぎたぐらいから言語化やっとできて、っていうのもなんか俺がどこにこの世界に違和感を感じてるかっていうところになるんすよ。で、なんだろうな、それは例えば石野康介くんっていうホームレスをやっていた知り合いがいるんだけど、彼がホームレスで駅前で募金してる人にイライラしてたので、どうしてイライラしてるのって聞いたら、見てくださいあいつらって、でっかい犬で募金箱をご座広げて、犬がでっかい犬が毛並みのいいツヤツヤの犬だよがいて、ワンちゃんに募金をお願いしますって言ってたので、なんか可愛いねとかワンちゃんって言って、おばあちゃんとかが募金バンバンしてんので、石野はそれ見てイライラしてて、俺がネットでこんなにかわいそうな人間がいてお金くれって言ったら俺は通報されたりとかバンになったりすると、で小じきだって怒られる、なんで犬が小じきをやってたらかわいいって言われてお金もらえて俺がやったら叩かれるんだって言ってたのとか経験とかね、ああすごいなと思ったりとか、なんかあとはその人間が地球を汚しているとか言うじゃん、いやいやいやみたいな、なんか人間が持ってるその最大のなんだろうパワーみたいな、核爆弾みたいなものだと思うんだよ、ツァーリボンバーとかそういうもんでしょ、核爆弾ね、核爆弾で地球って壊せないらしいんだよ。地球の表面を焼き尽くすことはできるんだけど、なんだろう、地球を壊すこと自体はできない。つまり人間がなんか一番偉いと思ってるわけよ。で、地球がなくなったところで、この宇宙にはとんでもなく膨大な量の星があって、おそらくっていうかもうほぼ 100% 宇宙人はいて、知的生命体もいるんだよ、間違いなく。でも人間だけが、人間が作った傲慢さで人間が一番偉いと思い込んでるわけじゃん。だから地球がかわいそうとかそういう発想になると思ってて、で人類なんて多分終わるんだよそのうちで。そう考えた時になんかなんていうのかな、人間ってすごい嫌だなと思って、なんか法律とかなんとかだとか、その狭い狭い考え方だから、100年たかだか生きて100年しかないただの1個の生命体で、例えば
今分かってる限りだよ、もう分かってるだけの情報で言ったら、この地球上にある砂粒の数をイメージできる、砂場とかの砂とか地面に落ちてる砂粒の砂の一粒一粒、砂漠とかいっぱいあるでしょ、海の中にも砂粒があるじゃん、この砂粒の数よりもはるかに多い星の数があるっていうことが分かってるんだよ。わかる？この分かってる宇宙だけで地球にある星粒の数より星の数が多いので、そんな状態でなんかこの小さな小さな星でなんか俺が一番偉い俺が一番偉いってずっと言ってるのってすごいなんかみっともないっていうか、はしたないっていうか何やってんのみたいな、もう人間やめるわみたいなもういいわ、もうお前らのルール疲れるわみたいな。だからもっとその例えば鳥とか犬とか猫とかライオンとか動物とか牛とか猿とか自然とか空気とか太陽って考えてないんだよ何にも猫とかさ、お腹すいたらご飯食べる、発情したらセックスする、気持ちいい時はだらける、喉乾いたら水飲む、甘えたい時は甘える、すごくシンプルじゃん、なんか俺この前ねリスナーに言われてびっくりしたのが、コメント欄で5年後のビジョンはありますかって言われたの和道さん5年後のビジョン教えてくださいって言って、俺はそんなもんないっつったの、5年後のビジョンなんかないって、俺は今日やりたいことを今日やるだけだって言ったの。そしたら笑ったのそいつは、なんかダッサみたいな感じで、だからこんな生き方なんですねって言っとくけど、俺が5年後のビジョンないっていうのはその考えて考えて、多分その質問者よりもはるかに考えてそのたどり着いた境地の今を生きるっていうこと、人生観は絶対そいつよりもその生きるってこととか経済のこととか宗教とかその哲学とかはそいつよりも考えてるはずなの。でその上で俺は今を生きるっていう選択をしたのね、要は猫のように生きるっていう。でお前の言う5年後のビジョンって貯金はしてますかとかさ、定職、親が安心する公務員とか上場企業に勤めてとか、株とか FX とか超くだらねえじゃんこの上なくくだらない生き方だなと思って、あの世に金は持ってけないし、金で買えるものには価値はないし、あの今を生きれないやつに5年後なんかないし、そう、ただ怯えてるようにしか見えなかったのね俺は、そいつが。だからなんていうのかな、その人間ってくだらねえなっていう話なんだけど、非常にくだらなくないですか。だから俺はその人間の生き方を侵害したりとか人間たちのルールを壊したりとかしないから、その人間たちでやってくれって思うよね、人間のルールは。その俺は星屑だから、星屑のルールに従って星に帰るだけだよね。キラキラ瞬くだけだよ、一瞬のこのきらめきをキラキラ瞬くだけなんだよっていう。そう、他人の世界、まあまあまあ嫉妬とか全く意味ないかんね、羨ましいとか、全く何の意味もないからな、俺はただ楽しいことやりたいだけなんだよな、なんか好きな女の子と手をつないで夜空が綺麗だとか風が気持ちいいとか、君は綺麗だとか、この音楽はいいとか、小説がこの物語に感動したとか、ご飯が美味しいとか、シンプルなことをやりたいだけなんだけど、俺の生き方はどうやら人間様には人間様には都合が悪いらしいね、働かなくても生きていけるとかまあめちゃくちゃだけど、俺は俺で楽しくやってるんだわ、俺は働くことは尊いことだと思うけど、そのなんだろう、働くっていうこと、多分誰よりもまあ少なくともなんか
なんつうの、真面目に働いてるし、働くっていう捉え方、要は、もうこれ、あんまり言いたくないんだけど、働く論とか、くだらないから。まあ、いい機会だから言うけど、働くことと趣味と仕事を分けてる時点ですげえ効率が悪いことだと思ってるの、俺は。働くと趣味を分けなきゃいけない生き方が、まさに資本主義的な考え方なんだよ。まあ、西洋人は労働っていうのを罰、原罪っていうんだけど、罰っていうふうに、神様から与えられた罰だっていう考え方があるのね。だから資本主義とつながってるのよ。だってね、キリスト教が作ったわけでしょ。キリスト教というか、まあユダヤ人とか、まあ白人だよな、あいつらが作った宗教だから、経済圏っていう、その経済ってもの。俺はそうじゃなくて、よりなんかインディアンとかヒッピーとか、それこそ日本人だよね、的な働く。要は生きることと直結してるっていうか、生きることと、そのもう働くと趣味もなくて、動いたらお金が生まれるっていう、で楽しい動き方をするっていうやり方をやってるわけさ。不安もないし、別にみんなが助けてくれてるし、俺ここに座ってなんか喋ってたら1500円もらっちゃったんだよ 今。あ、違うか、ツイキャスも含めたら2000円ぐらいもらってんだよ俺。で別に不安なんかないし で300万くれるっていう人も現れてるし、どんどん生活が良くなってるし、カメラもこれも買ってもらったんだよ、30万すんだよ。アルバイト生活やってたら多分これ買おうと思ってないと思うよ。こじきだったから買おうって思えたんだよね、多分。自分で働いたお金、例えば18万で生活してて、生活費に15万は使って3万円しか貯金できない。それをね、1年間何の欲も立って1年間コツコツやって、俺はこれを買わなかったと思うの。人様からもらったお金だからポンと買えたと思うの。それが俺の生き方だね。いやいや、映画の支援で300万円あげるよっていう人が現れて、そうっていう話だから、まあなんつうんだろうな、なんか難しく考えすぎじゃないみたいな。なんか自分と関係ないことを悩んでる人が多すぎると思ってて、なんか俺らが考えないといけないことは、俺らが幸せ、一人一人が幸せになって、で俺らの身近にいる家族とかファミリーとか関わる人が幸せになれば、俺はそれでいいと思ってるのね。なのに、なんか国がとか世界がとかグローバルスタンダードがとか、いや何の関係もないでしょお前とっていう、アップルがとか凶悪犯罪がとか、なんか関係のないことになんでお前らは過敏に反応しているんだいみたいな。そんなことよりも君やることやれよって俺は思うんだよね。それはやることやれっていうのは楽しめよっていう、ただひたすら、なんて言うんだろう、そういうなんか何のために生まれてきたのかって言ったら、楽しむためとしか言いようがないから、結論で。楽しめないやつは、なんだろう、お金持ったら楽しめると思ったら大間違いだからね。楽しみは金じゃ買えないからな、心の問題だからな。お金があったら何かできるやつって、お金がないと何もできないやつだからね 無から有を生み出せるやつ、要は何もないのに遊べるやつが俺は最高にかっこいいやつだと思ってるから、何もないっていうことをもっと楽しめって思うかな。こんばんは。
おお。オリオンか。銀が見えてんじゃん。銀が映ってんの分かる？これ。何個か来てるな。あーでもやっぱ島は星綺麗だな。星の綺麗さが都会と全然違う。シャッタースピードどれくらい？これ。シャッタースピードどれくらいでいった？これ。あ、ありがとう、ありがとう。頑張る。これ新しく買った一眼で撮ったやつでしょ？設定細かく教えて、ISO どれくらい、シャッタースピード、 F 値。速度4秒。 AV4.0 ISO 感度6400。6400か。シャッタースピード30ぐらいで撮ってみたら。シャッタースピード F4 でシャッタースピード30ぐらいで ISO 下げて撮ってみたら。超露光。マニュアル。ちょっとトイレ行ってくる。星だけを撮るのは難しいよ。星だけを撮るのは。でもいいな。夜空見上げたら何にもない空があるんだろうな、多分。羨ましいな。
何もない夜空があるっていうのは幸せなことだよな。空だけでね、55ミリでズーム効かないわけでしょ。トリミングしてないでしょこれ。天の川状になってるわけじゃん。あ、森かこれ、なんだ、うん、ちょっと分かりづらいな。星だけを撮るっても面白くないよね、やっぱり。写真でその何かと星とかね、うん、星だけを撮っちゃうとねつまんないよやっぱり、うん、木が挟まって、木が、うん、それが黒つぶれしちゃってるから分かんなかった、うん、俺だったらシルエットでそういう風に対比で出すんだったらもっと明るくするけどね、空を、うん、修正入れたんだ、うん、俺の星の写真なんかあったかな。木だね、よく見たら木だったのが分かったけど、俺だったら木のシルエットがくっきり浮かぶように、あのその中の部分を青くくり抜いて真っ黒に黒つぶれさせるようにしちゃうかな。でも空がこんだけ透き通ってるっていうのは羨ましいな。何かプラス星っていうテーマで撮るのはありだと思うよ。何かプラス星っていうのは。だから星だけだとね。なんだっけ、あの iPhone で撮った写真のコンテストがこの前発表されたよね。iPhone とかスマホで撮った写真のコンテスト。見てみるか、作品あるかな。ちょっと待ってね。スマホ写真、写真コンテスト、スマホ写真コンテスト、なんだったっけな。iPhone だったかな。 iPhone で検索してみようか。 iPhone 写真コンテスト、大将ロヒンギャ難民キャンプの様子、バングラディッシュ、フォトグラファー1位はブラジルの人なんだ。旅行部門はモンゴル、こういうのも面白そうだよな。俺もね、今月末写真ちょっと力入れないといけないから頑張んないと。こっちの方がいいじゃん、こっちの方がいいよ。
これがも、ん？これなんか画像潰れてる。ISO 上げすぎだよ、これ。これ ISO 上げすぎ。ISO 上げてない。ていうか星すげえな。東京と全然違う。これ ISO 上げない、上げてない。いやいや、これ壊れてるデータ。これはあのデータ壊れてる。あれローデータで撮ってないの？これ JPEG でしょ？ JPEG あの編集したらダメだよ、こうなるよ。元データ JPEG？ ロー？ローデータ？ローデータで上げてもこうならないはずなんだけど。JPEG でしょこれ。ローデータでこんなクラッシュしたの？え？ローでこんな壊れる？だったら元データが ISO 上げすぎ。元データが ISO 上げすぎだよ。じゃあ電柱入っちゃってんだ。電線入っちゃってんのもったいないな。ローデータでこんなもんか。トリミングはしてる？トリミングはしてる？ぶっ壊れてるね。トリミングしてないんだ。じゃあ ISO 上げすぎだね。シャッタースピードどこまで遅くできんの？その機種って。俺も写真撮りたくなっちゃったじゃん。ISO ね、極端な話100とかでもいいと思うよ。もうシャッタースピード限界まで遅くしてみると綺麗に撮れるよ。三脚はあるんでしょ。自分で調整もできる。だったら1分間ぐらいでやってみると、まず30秒でやってみて、まだ暗いなと思ったらその自分でやってみて、時間を多分ね1分ぐらいでやると、まあ星の輪郭はブレちゃうけど、まあびっくりするような多分面白い写真撮れると思うよ。多分風景とかあげるのがいいと思うけどな、環境的に。島の風景とか街並みとか森とか海岸沿いとか、島の写真をバンバンあげていくのいいと思うけどな。俺だったら三原さんの環境だったらそうするかな。島一番の写真家を目指すかな。島で一番写真うまいやつみたいな。自動はシャッター30までか。で、そっからは手動か。30で一回撮ってみて、ISO100 とかまで落としてみて、で、開放の F4 で撮って、で、あと微調整でってやってみると、
星はわりかし綺麗に撮れるんじゃないかな。まず30、ISO 100の30。で、多分 ISO 640ぐらいで、シャッタースピード30だったら ISO 650ぐらいで多分妥協点なのかなっていう。ソニーはセンサー強いから6400でも全然ノイズ乗らないんだけど、それでも俺6400嫌だもん。1800ぐらいに抑えるかな。ISO ってさ、強制的に、機械的にさ、出力を上げるの。中に入ってきた電極の出力を上げるから、ノイズが絶対乗るっていう仕組みなのね。だから ISO は極力上げたくないかな、俺は。一番 ISO は上げない設定で考えてる。もうどうギリギリで6400かなっていう。そのソニーですら。壊したくないっていう映像。ギリギリまで上げて6400って言われてるよね。ISO は上げると確かにそうですね。この間、隣の島を撮って分かりました。なんか、このさ、機種、ISO 20万とか対応してるんだけど、絶対使わねえだろうっていう。10万とか20万とか、マックスいくつだったっけな？絶対使わないよね。だから、真っ暗な状態でも、あれなんだけど、あれだよ、だから、真っ暗な状態で撮った写真がこの前のお墓のやつだよ。多分街灯が全くない状態で真っ暗闇で撮ったのが前回のなんだっけ、墓場で墓場バーの写真だね。見てみようか。あれがいくつだったっけ、30秒じゃなかったかな。で、30秒で撮ったらこうなったよ。暗くしてないでしょ、データ壊れてないでしょ。ローデータで。だからまあいけると思うけどね。まあここに街灯あるけど、もうなんかここが光ってるだけでほとんどここ真っ暗だったもん。それでこんだけいけるわけだから、まあいけると思うよ。これ真っ暗闇の状態だったから。全然。オッケーでしょ。いろいろ試すといいよね。なんだろう、一番最初の頃何やってたかな。多分被写体がいないだろうから風景写真がメインになると思うけど。なんだろう、あと島で撮るとしたら一眼レフは回らないこと、一眼レフはまらないところでもすごく明るくできるからいい。あ、真っ暗なところでもすごく明るくできるから。一眼レフじゃ
なくてもでき、え、どうなんだろう、俺、わかんねえな。どうなんだろう、他のカメラできないのかな。なんかコンデジって基本オートっていうかマニュアルで撮ったことなかったかな。真っ暗でも撮れる。そこはでかいよね、やっぱりね。覚えることがいっぱいあるよ。社会深度とかさ、なんかややこしくなってくる、どん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 。写真一緒に撮りたいね、まったりね、コーヒーでも飲みながら。撮りたいね。あれ、イソ感度オートになってる。厳しいな。ジンバル欲しいな。ジンバルが欲しい。ローニーエースが欲しいよ。動画もやるといいんじゃない？一眼で。一眼の動画すげえ楽しいよ。動画ありだよ。めちゃくちゃ難しいけど。
いいね。いいね。いいな、島。超かっこいいな、このクリエイターの映像めちゃめちゃかっこいいな。めちゃめちゃかっこいい。一回見よう。
嫌だ。あ、これ2年前の作品なんだ。すげえ。これで何分ぐらいの尺だ。1分か、すげえな。1分でここまで表現すんだ。まあこういうもんだよな。やりたいことがあるんだけどね、ちょっと技術的な問題でね、できてないんですよ、残念ながら。めちゃめちゃかっこいいなこれ。ワドさんが前に撮影に行った竜宮窟が JR の旅の CM で吉永小百合が出てきてやってました。綺麗だった。パクられたなだから吉永小百合が俺のことチェックしてるな、これな。業界人がそのクリエイターワド最先端をこう情報をキャッチしてるんだよ。だからね、気をつけた方がいい。業界人が見てるから、ネタをパクリに来てるから。世界的クリエイティブなワドちゃんのことをね。恐ろしい。竜宮窟はいいよ。なんかさ、今見てる映像がめちゃめちゃかっこよくてさ、見ようか、みんなで一緒に。これで見れるか。めっちゃかっこいいんだけど。これ、あ、これは違う。これの前。めっちゃかっこいいんだけど。ちょっと待って。音、あれ？音は？あれ音どこ行った？あれ音は？あれどうした音。あったあった。見てみっか。かっこいいよね、クリエイターすごいよね。すげえな、超かっこいいんだけどこの映像。超かっこいいよねやばくない？だから1分とか2分でもいいから、こういうのを見せて出資を募った方がいいよね、ショートムービーで。めちゃくちゃかっこいいよこれ。めちゃくちゃかっこいいんだけどやばいよね、めちゃくちゃかっこいいよねいやいや、まあすごいよ、やっぱすごいよね。プロジェクトマッピングっていうのと映像のその技法2つを入れてんのね。あれは後編集じゃなくて、顔に、トラックモーションだっけ、なんだっけ、なんだっけな、用語忘れちゃったけど、
なんだっけ、今言ったこと忘れてた。ちょっと待ってね、用語が出てこない。俺も勉強中で。トラッキングか。トラッキングっていう技術と、トラッキングと、プロジェクトマッピングと、実は、映像加工ほとんどやってないと思うよ、これ。それがすごい。アフターエフェクトとかでやることって結構あるんだけど、メイキング見てる限りだと、普通に現場で作ってるね、これを。かっこいいなぁ。かっこいいね。プロジェクトマッピング、会社の会社でよく使ってる。会社の会社でよく使ってるの。会社の会社ってなんだ、子会社。会社の何なんでうちのリスナーって日本語が不自由なのかな。え、会社の会社って何。会社の会社ってよく使ってる。俺には理解不能な言語を使われてるからよくわかんないけど、プロジェクトマッピングでできるよ。ただその今のは照明の技術がすごくて、要はあれってさ、普通の人がパッと見たらカメラマンと編集がなんか CG とかでやってるように見えるでしょ。違くて、あれは照明の技術がすごいの。プロジェクトマッピングと後ろの背景とカメラマンのあうんの呼吸でやってんのよ。会社の会議。プロジェクターでしょ、それは。それが言ってるのはプロジェクターなんだけど、いや、合ってる合ってる。プロジェクトマッピングではなくて、プロジェクトマッピングを説明しようか。プロジェクターを 3D でトラッキングして動かすっていうのが流行ってて、ちょっと待ってね、いろんなパレードとかで使われてんじゃないかな。あ、東京駅でやったのがあるから見てみようか。東京駅でやったっていうのがここに出てるな。こういうやつ、その、なんつうの、プロジェクターをに映像を映して、ライトで、その、なんつうんだろう、こう、駅に絵を描くって言ったらいいのかな、駅に映像を当てるの。だから、プロジェクトマッピングを作る技術と、さらにその背景の照明との、この場合だとさ、照明、ここに合わせる。なんて言ったらいいんだろう。難しいんだけど。そうそうそう。要は、プロジェクターを使ってるのは使ってるのよ。ただ、そのプロジェクターに、プロジェクターの位置を固定して、どの幅で広げて、で、この部分にこうマスクを切り取って、ここの部分にこの絵を当てはめてっていうのが、プロジェクトマッピングっていう、プロジェクターを使ったアートの技術なのね。映像表現のプロジェクトマッピングで、トラッキングっていう技術は今度顔の輪郭が細かくブレるでしょ。女の人がこうダンスをやってたじゃん、こういう風にこうやって。つまりこの輪郭をコンピューターに読み込ませて、動かない建物とかにプロジェクトマッピングをするんじゃなくて、動くものトラッキングっていう技術があるの。ここにこの映像を当てはめますよって。で、この2つの技術がまずすごいわけじゃん。ここの顔の輪郭にこうダンスをしてても顔が入れ替わっていくっていう技術、トラッキングで絵を作る技術で、さらにその暗くなったり明るくなったり、もう半端じゃないわけよ。そう、映像からするととんでもなく、こんなもん撮れねえよっていうような状態なのを、3人のチームがもう監督が多分打ち合わせて打ち合わせて、
練習してっていうのをやったのがさっきの3つの技術を使ってるっていうのはそういうことね。だからそのまあよくいい作品を作るためには監督一人じゃ作れないよっていうのはまさにそれで、照明さんも専門技術、カメラマンも専門技術、特殊メイク、衣装さんとか全部が揃って全部がやりたいことを打ち合わせて初めて監督がそれを取りまとめ、監督はその発起人なんだけど、こういう映像を作りたいって、だから技術の勉強をしないといけない。世の中にどんな技術があるのかで把握することで、それを作れるメンバーを探すで集結するで、 お金が絡むのか絡まないのかどうするのか取り決めるとか全部やるのが監督なのよ。だから監督はその脚本打ち合わせとか全部すり込み、ロケハンとか全部やったら、現場にいたらこうやってるだけだよ。はい、OK っていうだけ。うん、息が合わないとできないね。一人とちったら終わり。だからメイキング見てみようか、さっきのやつの。メイキング見ると分かりやすいから。あれあれなくなってる。これか、これがメイキング、これがさっきの映像でしょ。それのメイキングなんだけど、This is the Tokyo's first original work realized in collaboration with WOW. こういうのホリゾントっていうの、あの真っ白い部屋。俺も現場で入らせてもらったことあるんだけど、ここより広いホリゾント。で、まあいいや、見てみようか。realized in collaboration with WOW and Ishikawa Watanabe Laboratory at the University of Tokyo, who developed the high-speed projector.で合わせてるでしょ。 By using the state-of-the-art projector, で今言ったのが、今スーって撮ったカメラあるでしょ。これが俺が欲しいって言ってるのの本格的なやつ。横にスーってカメラマンが通るやつがの簡易版が俺が欲しいジンバルっていう機材で代用できるってやつね。あとスライダードリーっていうので、これ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 、今カメラマンが横切ったやつ、ね、で照明の数とかも見てよ。これカメラの周りも照明なのよ。これこれこれが 3D マッピングでトラッキングっていう技術。で今トラッキングって言ったでしょ。 3D マッピングとトラッキングって言ったでしょ。Ultra high speed sensing technology, 3D mapping with highly precise depth measurement, and ultra fast 2D tracking that has less than 10 milliseconds delay. We created a mapping system that can track objects moving at high speed, which was impossible with the conventional technology. これがだから CG で作ってんじゃなくて現場で作ってんだよ、これを。で背景の照明さんとかの色合いとか、えぐいよこれ。A dancing duo catapulted into international fame by touring with Madonna. And Tokyo, who has been sweeping the world's prestigious awards by creating commercial films that use latest technologies. We succeeded in making an easy to understand, but not demonstrative like demo reels, energetic yet stylish work that expressed the best out of the high-speed projection.だからその演者さんとか役者さんとかの本読みとかも閉じれないの。だから NG シーンとか出すとさ、すいませんすいませんって言うじゃん。本当にごめんなさいって何十人何百人に囲まれて事前の準備半端なくやってるから、だからそのセリフ覚えてない役者さんとかもう使われない、すぐ干される、いらないって言われちゃう。だから役者っていうのも専門、もうセリフ覚えるのは当たり前、演技ができるのも当たり前っていう世界だから。カメラマンとかさらに裏方でしょ。だからもう縦社会になるよね、そりゃ。撮影土地行ったらぶん殴られるっていう世界だよね。面白い。キネクトってなんだろう、キネクトが分かんないけど、だからもう本当に芸術だよ多分。なんだろう、まあ俺に今映像を教えてくれてる人が言うには、最先端で一番難しい芸術、時間空間音楽
照明、映像、動き、ストーリー、演技、キャラクター構成とかも全部、その今持ってるそのアートの技術が全部詰まってるのが映画って言われてるから、ちょっと嬉しかったのがさ、まあ小さい話で申し訳ないんだけど、愛子ちゃんとひどんながここに来た時に顔が綺麗顔が綺麗って、なんか今日綺麗っていう風に言われたじゃん。あれがまさになんかその普段使ってる iPhone、 普段使ってる機材で、そのやっぱ帰る時みんな言うんだよね、あひどんなちゃんも愛子ちゃんも照明買いたいって言って、だからその絵作りっていうものを肌で感じたわけじゃん。普段やっぱ映像やってるわけだから配信者は、そこは普通に嬉しかったね。そのこの部屋っていうのが作られた空間なんだっていうのを感じてもらえたっていうのが、綺麗に見せるっていうことにこだわってるっていう、そう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 、それがその自然と言ってもらえたっていうのが嬉しかったね、向こう側から。実際綺麗に見えたでしょ、愛子ちゃんもひどんなちゃんも。実はそのだから美しいとか綺麗に見えるっていうのは実はその作るもんだっていう、ゲームやんないからわかんねえな。でまた違うのが、今度同じ機材を買っても作れるかなっていうところが面白いところで、そう、いい機材を買っても使いこなせないと意味ないわけじゃん。だからそこがね難しい。この被写体が浮くようにこっち側を少し暗くしてるのね。ここが一番明るくなる。本来はこっち側からライト当てるべきなんだよ。本来はこっち側から。だけど、まあちょっと部屋の作りの関係上で、スタンドライト奥に入れればいいんだけど、こっち側の方が少し、こう、ボケるというか薄暗くなって、ここがメインで引き立つようにっていう。で、ここの座り位置っていうのが3分割した時に3本目の線がここに入るっていう、その黄金比3分割っていう、こう 3分割した時に俺がここに立ってる、で俺が一番自分の顔で整ってるように見えるのがこの角度っていう、そう、その作ってるのね、そういう風に。難しいよ。これが例えばこうなってもダメなんだ。これだとバランスが、映像としてのバランスがすごく悪い。この辺とか。ここでもダメなんだよね。ここじゃないダメなの。本来はもうちょいバストアップでもいいかなと思うけど。はい、わだつ。だからその映像1個、その
追い込んで初めて、あ、すごい綺麗とか美しいっていうのがわかるけど、なんていうのかな、見慣れちゃってるんだよね日本人は。例えば日本で一番映像が綺麗なのって、テレビでしょ、間違いなく。今映画じゃなくてテレビが映像が一番綺麗なもの。ただ皮肉なことに、そのテレビで作られた映像っていうのが、まあ、NHK の大河ドラマとかが一番いいかな、すごく綺麗に作られてるじゃん。それがタダで見れるんだよね。一番金かけて一番予算があるところがタダで金かけて見ちゃってるから、日本人っていうのはコンテンツにお金を払わないもんだと思ってるの。いや、そこがね、その日本人の悲劇というか、もったいないところだよね。映像はね、食っていくの大変だからね、お金儲からないからね。養分伊藤のサムネでこっち向いてって言われても気持ち悪いよやだよ。
映像撮りたいな。今から撮り行こうかな、動画。夜中の外配信。もう寒くないしね。写真でも撮り行く、みんなで。撮り行こうかな。どこ撮ろうかな。今が夜中の2時か。今撮れるんだったら何だろう。今撮るんだったら何だろうな。何撮ろっかな。あれができないんだよな、今。
お、そろそろ時間か。3時間ぐらい経つね。皆さんありがとうございました。今日の放送これで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。おつです。Stand by me.